ただいまより第2試合を行います。青コーナー175センチ 58.80キロ、原口健太、自らの拳でたどり着きました。雷神の舞台、原口健太。赤コーナー166センチ 59.0キロ、タイガ。この試合はこの両者の試合はライジンキックボクシングルールで行われます。3分3ラウンド、1ラウンド中に3回のダウンでテクニカルノックアウト負けとなります。高田さん、若武者同士のバチバチしたやり合いです。お互い若いね、はい、タイガ22、ケント20歳、はい、ただの実績だけ見るとはるかにタイガ選手の方が上ですけどもね。そうですね、そしてこの戦い、放送席にはライズ代表の伊藤隆さんもお迎えしています。伊藤さん、どういった試合を期待されますか？そうですね、タイガ選手はインファイトをしたいです、はい、堀口選手は距離を取って足技で戦いたいと思うんですね、はい、あ、でもこれキャリアが、ね、最初にタイガが飛び込んでいきました。青いトランクスがタイガ、そしてグリーンのイメージ原口健人です。リング中央を取っているのがタイガです。さあ高田さん、いきなりタイガから仕掛けてきました、まあ、どっちかとタイガ選手はもうパンチ主体ですから、はい、もちろん蹴りも強いですよ。そうですね、サウスポーのタイガが飛び込む、で健人はどっちかというと蹴りの選手なんですよ、はい、左の拳を繰り出していたのがタイガ。紙一重よ。さあ原口はどうする？当たったら倒れるパンチだからね、はい、まさに一発で仕留めようという両者です。リングの中央を取っているのがタイガ。タイガにしてみたらば一発で吹っ飛ばしちゃうっていうのはね、はい、さあ右試合前のコメントでした、はい、来ています。まあ、関根さん、これ若い2人ですけれども、どういった戦いになるというふうに思われますか？タイガ選手はね、身長の割にね、はい、距離が遠いんですよね、はい、飛び込んでくるスピードがすごいんです。飛び込んでくるスピード、原口は見切れるか、右のハイキックから右の拳を出していきました、原口です。今の右の蹴りと右のパンチのコンビネーション、良かったよ。良かったです、原口いいですか？はい、さあそして小野さん、はい、いやスピードのある戦いですね。そうですね、本当にあっという間に距離を詰めていくタイガ選手の速さがすごいですよね。それだけ踏み込みスピード、このタイガーを踏み込んでいきました。いくらタイガーでも油断しないように、はい、大振りしない。今は原口の距離ですね、ちょっとタイガー選手入りたいんですけど、ちょっとね感覚がまだ戻ってないですね。戻ってないですか？当たる場所がちょっと膝が行ったか、ちょっと後ろ、はい、ちょっと後ろだったね。原口の膝が行きましたが、うん、ちょっと遠かったかな。遠かったですか、うん、タイガーの蹴りに原口はパンチを合わせていく。でも原口選手もいいよ、いいハイキック、原口いいハイキック、パンチキックを繰り出していく。アグレッシブに攻めていきます、原口健人。だからこういうタイプがいるんですよ、はい、原口選手言ってましたから、過去やった選手の中で一番最強の選手だと。なるほど、うん、だそういう選手とやるときに、はい、物落ちしちゃうかね、縮こまっちゃうか、はい、あるいは自分の今までも後者の方だね、今ね、ここで力を出してこい、まあ、森君も花道を上がるあの時だけは足は震えるが、全く下がってしまえば、はい、前に行くのは原口です、うん、距離を詰める動きをタイガーはまだ見せられません。タイガー選手もよく見えてると思いますよ、はい、見えてますか、うん、よく見えてる、はい、さあ伊藤さん、まあ、ここもタイガーはなんとか踏み込んでいくようなシーンもありますが、そうですね、ね、力みすぎなところありますね、もっと、はい、早く行った方がいいですね。今のがタイガー選手の真骨頂ですよ。ダスターが出ましたか、さあここでゴングが鳴りました。1ラウンドだけ時間はつかず2ラウンドへと向かいます。ちょっと今の展開なんですごく硬かったですよね。で原口選手の方がなんかもう思い切り、なんですかね、もうダメ元というか、なんか思い切りもう腹をくくって戦っているのかな、これ2ラウンド目になるとどういう風な戦いになってくるんでしょう。まあ、ブランクも今の距離感でだんだん掴んだと思うんで、はい、次から多分タイガー選手が挽回して持ち味を出せるんじゃないかと思います。なるほど、このインターバルの間にどういった、まあ、両者調整が行われるか、関根さん、はい、いやちょっと楽しみですね本当に。いやフレッシュですよね、戦いが、スピードがあってね、はい、お互い攻めてて気持ちいい。インターバルは60秒、本当にまず1ラウンド目3分、両者ともにいいところを出し合ったという、そんなイメージのラウンドとなりました。タイガー選手がやっと出られるなって、やっとこの時が来たかと、それがこの試合ですから、やっぱりタイガー選手らしい大きなインパクトを残した勝利をね、
見せてもらいたいなと思いながらも相手は一発食ってやろうという、はい、原口選手ですからね。さあ第2ラウンドが始まっています、両者ともにその自分の持ち味をどこまで出せるか。原口もここは前に行く、飛び込んだところ。いや剣道いいよこれ、原口のアグレッシブさが、おお、タックルをさらに蹴りを入れていきました。原口健闘、ローキックは原口。さあタイガー踏み込む、オーバーフックは空振り、コーナーに追い込まれる形になるか。行きたい、早く行きたいというね、はい、第2ラウンドに入っています。両者の攻防、一瞬のタイミングで両者のスイッチが入っています。よく見えてるんだよね、ケントが、はい、原口の方ですね、原口の若武者です。アクセルフェザー級王者、はい、これだけの格上の選手に対して、ね、よく見えてる、今年に入って5連勝中というこの原口です。まあ、なんといってもライジンの、まあ、ロードトゥーライジンキックトーナメントを制してこの舞台へとたどり着いた、自らの手でこの舞台へとやってきた選手の一人です、左で彼の、はい、あのケイト選手の特徴というのはね、おーインパーチだ、入りました、おーさ、原口インパーチ、いやだ、もう新進ですよね、はい、オーソドックスとそれからサウスポーの、ね、ステップを変えるんだよね、はい、ケイト選手ってこうやってこれもちょっと、相手にとっては嫌だな、はい、回し蹴り、これはタイガー効いていないというようなそんな表情を見せています。さあどちらが仕掛けるか、この瞬間ヒリヒリとした空気感、ローキックはタイガー。いや小野さん、この一瞬の静寂ちょっと緊張しますね。そうですね、次に何が出てくるかわからない展開ですよね、はい、本当に両者ともにその距離呼吸を見合っています。でもちょっと大振りだったかな、残り時間第2ラウンドも切ります。はい、スピード決着になるかにとっては日本では久しぶりの試合、1年ぶりの試合となります。まあ、その間海外でも試合を経験してきました兄ヒロヤとともに挑んでいます。リングサイド、おお、膝、右膝飛んでいきました原口です。パンチを合わせていく原口、いやー、いい流れ方が左、タイガー押し込めるか、フックから。さあここは原口膝を2連打していきますが、これはガードしています。タイガーです。この距離感も伊藤さん、はい、伊藤さん、この距離感もまだ原口というところになりますか。そうですね、やっぱりタイガー選手大振りですよね、はい、一発。さあここで第2ラウンド終了のゴングが鳴っています。いやー、濃密な試合だねこれ。ただ高田さんのコメントを聞いています、やはりこう原口のアグレッシブさというのがね、光っているかというのが分かります、ね、むしろなんかこう普段着で試合している気がするね、ケントの方が、はい、うん、普通意識しちゃうんだけどね、あそこまでタイガーぐらい大物相手だと、うん、でむしろとの逆なのがタイガー選手ですね、はい、気負っているという、ね、部分もあるかもしれません、まあまあ、こうは思ってないだろうけど、はい、このぐらいの相手であれば、ね、ちょっと意外や違うと思ったよりやるぞと、はい、いうのが今コーナーに戻った2人の、はい、要するに思考かもしれませんね。そうですね、まあ、兄のヒロヤが今こうやって弟のタイガにアドバイスを送ります。これもね、格闘兄弟の絆というのがありますから、ケント選手はね、はい、タイガー選手はどっちかって言ったらパンチャーなので、はい、自分は蹴りでしょうというコメントを出してますので、はい、さあ最終ラウンドが始まりました。これは大事だよ。ここも原口から言った話もありました。これも大事だ。組み合ってしまいましたが、さあどうするか。タイガも、そして原口も見据える先には那須川天心というふうに言葉を出しています。これもなかなか効いてるんだよね。はい、なんとかね、原口は効いてるっていうのはダメージじゃなくて警戒させるという、牽制としては効いてるんですよ、はい、おう、それがどこから飛び出てくるかというふうにタイガも頭の中にはあるかもしれません。この距離感もおそらく伊藤スイッチしながら原口、ケントの髪型の色っていうのは、はい、コスチュームに合わせてるって言ったね。そうですね、緑に合わせて自分のところのイメージは違うのを、ね、出していくという話をしていました。はい、さあ伊藤さん、これ改めてこの距離感もまだ依然として3段でも入っても原口ですか。そうですね、タイガー選手はやっぱり距離冷たいですよね、はい、自分の距離で戦いたいですけど、なかなか原口選手させてくれないので、どうしていけばいいんでしょう。もう強引にやっぱり行くしかないと思います。もう裏最終ラウンドなんで。さあタイガーちょっとこの負けに合わせていきましたが、パンチはまだ入っていません。左、左、パンチだ、パンチを上げていく、コーナーに追い詰めてパンチを繰り出しました。タイガー、タイガーここで行きたいね。
このタイミングですか、うん、残り時間はあと90秒になろうというところ、ロープに詰めて、ここに行きたいと、右、左、さあ、でもうまくかわしてる、両者ともに打ち合い、膝、最後に膝が出てきました、膝で返していくのは原口、これはノーダウンです。で表情を見るとケンタはね焦ってないですよ。焦ってない。パニックってない。パニックってない。パニックってない。落ち着いてさばいている。まだ相手見えてます。まだ相手見えてます。パンチを繰り出していくのはタイガです。あと1分。残り時間はあとわずか。いやー関根さんあと1分の戦いです。いやーすごいですね。この先はどういう決着が。膝左膝はタイガー。さあパンチも見張っていく。今の膝も見たいだね。見たいですか。見たいだね。あの呼吸あの間合いで繰り出していきました。数ミリずれてたら KO だね今のね。それだけの一撃必殺の技を持っていますタイガです。残り時間30秒切ります。タイミング的にはよし。ここからは1秒だ。おっと東海回し蹴りが飛び出しました。原口健人タイガ選手の大きいパンチっていうのは意外と見えてるのかな。残り10秒で表紙がもつれになっています。さあ左足に決めたタイガーさん、ここで10秒のポイント3になりました。判定ともつれ込みます。素晴らしいですね。素晴らしいです。素晴らしい。まず伊藤さんから伺ってまいりますが、この3ラウンドどういうふうに伊藤さんの目には映ったでしょう。いや本当にねタイガー選手の執念と原口選手の絶対成り上がっているというその気持ちがぶつかりました ね、 そうですね。素晴らしかったです。まさにあの那須川天心感じましたか。ケイト選手まだキャリア浅いんですけども、はい、やっぱり今言われたように天心だけじゃないよと、はい、俺もいるよということがやっぱりここまで彼のね、はい、あの気持ちとあと日頃の鍛錬の成果がこう出てたと思う。うん、いや小野さんこれもっとどんな思いありませんか。そうですね本当にあの2人とも天心選手を見据えての意地が本当に見える若々しいいい試合でしたね。はい、さあ判定に入ります。これジャッジ2位30対29、難しい接戦。青原口、原口に原口か19ドロー、うん、ドロー、ドローです。ジャッジはだ29対29ドロー。以上1対0の経路的に達しておりませんのでこの試合ドローとなります。ドロー決着となりました。原口そしてタイガ両者ともに全てを出し尽くした戦いです。1個ドラマが生まれたね、はい、ドラマが生まれた、うん、この先の勝負というのは高田さん、まあ、両者まだ続いていくわけですからね。各国の人生の中ではケント君は満足までいかないけど、はい、でもやれることをやったと。逆にタイガー選手はねちょっとあの納得いかない。タイガ対原口健人両者の戦いはドロー決着となりました。